最近のトップニュースはロシアのウクライナ侵攻で、連日この話題がテレビで取り上げられているね。避難民を受け入れている日本としては無関係ではないし、北方領土問題もあるから、ロシアの牙がこちらに向かってくるという最悪の事態にも備えておく必要があるという意見も散見されるみたい。余談だが、ウクライナからの避難民は大した議論もなく受け入れを決定した政府だが、同じ避難民である他の国の人々ベトナム、ミャンマー、イラン、イラク、クルドなどの受け入れはどうなっているんだろうな。こういう言い方は良くないが、白色人種だから優先して受け入れたというわけではないと信じたいところだぜ。新型コロナウイルスの世界的蔓延も非常に不安視されるところだけど、ウクライナ戦争は一体いつになったら収束するんだろうね。21世紀の現在、ああいった蛮行が起きていることに愕然とするよな。さて、世界の目がロシアとウクライナに向けられている隙を狙ってというか、陰でいろいろと動いているのが、お隣の軍事大国中国だね。今回は日本とは様々な因縁のある尖閣諸島だけど、ここに日本が建造物を作るのか?という件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。尖閣諸島に日本が建物を作ると言い出したのは、自民党の高市早苗議員で、今やタカ派として名高い高市早苗だけど、今から30年ほど前の平成初期いわゆるバブル時代には若い女性論客派に気抜きせぬ自立した女の、一人として同世代の女性からの支持も多かった人物だね。男女雇用均等法が施行されたことで、性別に関わらず平等と思われるに働けるようになった時代が来たということで、単なるコピー取り要員、お茶組要員と見られていた OL の中にも総合職という管理職を目指せる職位ができたから、女性の新しい時代が到来したと当時の女性たちはキラキラとした瞳で働いていたはずだよ。こういった時代に、高市早苗は知性派コメンテーターとしてたくさんのテレビに出演し、キャリア女性の代表と見られていたんだ。ちなみに当時の皇太子だった金城天皇のお妃候補として必ず名前が挙がった。小和田雅子さんも外務省職員として世界中を飛び回っていて、当然この方も女性たちの憧れの的になっていたようで、皇太子妃と決定した時にはせっかくのキャリアがもったいないという声が上がっていたね。さて高市議員は松下政経塾に入って、松下幸之助の精神を叩き込まれたと思われ、その後政治家を目指し、無所属で立候補したものの落選に懲りたのか、自民党入りして当選したよ。松下政経塾出身者には政治家が多く、彼女の他にも、同じ自民党の小野寺井天、河合克行がいて、また野田佳彦、原口和弘、前原誠二などの野党や無所属議員も松下幸之助氏の精神に学んできたみたい。松下幸之助氏といったら水道理論で全ての人々が電気を使えるようにと様々な発明をしたことでも有名で、いわば、大多数の国民側に立った人だったのに、その教えを受けた人が与党に入ったということを怒った人も多かったようだね。政治家になる目的のため、ショートカットで自民党入りした高市早苗の講演が行われたのが2022年3月9日だな。尖閣諸島は言うまでもなく日本の領土だが、そう思っていないのが中国で、勝手に領有権を主張し、公船を日本領海や接続水域へ侵入させていることは嫌というほど報じられており、その中国に対してこの島々は日本の領土であること、施政権が日本にあることを示すために対抗すべきと主張したわけだ。そして、尖閣諸島が日本領とはっきりさせるためには何らかの工作物を設置する必要があるとも発言したぜ。南西に位置する尖閣諸島と対比させるため、彼女が持ち出したのは北つまり北方領土で、1945年昭和20年太平洋戦争終戦時に、当時のソ連が日本のポツダム宣言受理後つまり終戦後に侵攻して占領したため、奪われた形になった北方領土だね。そういえば1945年8月9日、つまり終戦前だけど、日本との中立条約を一方的に破棄して当時の満州へ侵攻したのも当時のソビエトで、その知らせを聞いた関東軍のお偉方は家族と財産を手にいち早く脱出したんだけど、
何も知らされていてなかった一般庶民は悲惨な逃亡を余儀なくされ、多くの新たな犠牲者を生んだこと、中国残留孤児が生み出されたことも絶対に忘れてはならない史実だよ。こういった歴史があるため、日本は日ソ漁業交渉などとセットで北方領土問題を交渉のテーブルに乗せ、話し合ってきたんだけど、解決後に平和条約の締結という段取りは多くの時代を経てソ連崩壊後もずっと継続中だったんだ。北方領土については、旧島民のビザなし渡航が可能になり、旧島民との交流も盛んになったことで、ついに返還に向けた雪解けか?と日本国内の期待が高まった時期もあったんだけどね。ここ数年は新型コロナのせいで、交流も行えず、そしてロシアのウクライナ侵攻によって、ますます交流事業は先細りしつつあるんだ。北方領土返還交渉を振り返ってみると一番忘れがたい出来事は1973年昭和48年だったと思うが、これは当時の田中角栄首相がモスクワに乗り込み、文字通りの命がけでブレジネフ書記長との会談文書に北方領土の4文字を盛り込んだわけで、ソ連は日ソ間に領土問題は存在しないとずっと突っぱねてきたから、これはソ連に対して大きな一歩を踏み出したことになったぜ。それ以降、歴代の首相はロシアに代わってからも北方領土問題を取り上げてきたわけだ。ところが、北方領土問題をロシアとの文書から削除したのはプーチン大統領と親しいと自慢していた安倍元首相で、個人の付き合いと国家の付き合いを一緒くたにしたのかと思ったものだな。高市早苗は安倍元首相とも距離が近く、後継者と辞任しているようにも見受けられたが、この点についてどういった説明を受けたんだろうな。国防国防とお題目を唱える人間がこの問題をスルーしたとは考えられないが、尖閣諸島への中国の行動に腹を立てた当時の石原慎太郎の発案で尖閣諸島国有化という話が飛び出し、全国から賛同する寄付金が集まり、尖閣諸島は2012年平成24年に日本が国有化したことになったよ。とはいえ、中国は手を引こうとはせず、肝心の島に日本人はいないし、日本のものは何もないからという理由もあるようだね。だからこそ、自民党の中にはヘリポートや灯台などを建設し、施政権を主張すべきという意見があるわけで、高市議員の発言はその意見を支持しているんだと思うよ。高市議員は非核三原則にも触れ有事の想定を日本とアメリカとの間で共有しておく必要があるとも指摘したんだ。とはいえ、現在の自衛隊とアメリカ軍艦のニュークリアシェアリング核兵器共有、アメリカ軍の兵器を共有化することは、自衛隊法では想定されておらず、つまり現状のままでは難しいという認識で、自衛隊法改正など法整備が必要であるという意見で、簡単に言えば、アメリカの兵器を自衛隊が使えるように自衛隊法を改正すべきということだろうね。こういった発言に対するネット上の反応は賛同の声が多かったらしいな。平成初期のバブル期日本は政治は三流、経済は一流と言われていたが、ここ最近は経済も国民生活も先進諸国の中でも最下位に落ち込んでおり、責任の所在は明らかだが、目をそらすために強い日本復活を唱える人間も多いのではないかと感じられるぜ。日本が頼るアメリカだが、尖閣諸島の領有権について判断する立場にはないため、領有権の対立は関係当事者間での平和的解決を期待するという、中立的な立場を公にしていて、その一方で、尖閣諸島は1972年昭和47年の沖縄返還以来日本の施政下にあるから、日米安保条約第5条の適用対象になるという見解も示しているな。要するに、アメリカはどちらにもいい顔をして現地を取られないようにしている。つまりダブルスタンダードと思われるのだが、別の言い方をすればしたたかで老練な政治手法ということだな。正直な感想だが、日本のように馬鹿正直で唯一の道しか選択肢を狭めていては、現在のように複雑に絡み合った国際社会では立場が悪くなる一方ではないかと思うぜ。ロシアのウクライナ侵攻を見て日本も核を持つべきだ。核を持たない国は核保有の専制主義国家に対抗する手段がないという意見が多くなってきたらしいね。現在のアメリカは一昔前の絶対的兄弟国ではなく、同盟国どころか、自国を守るだけで精一杯ではないかと感じられるし、
こんな状態では、万が一中国が尖閣諸島を奪ったとしても、動いてくれない可能性があることも日本は想定しておく必要があると思うよ。仮にアメリカとのニュークリアシェアリングが実現しても、アメリカが有事の際に日本を助けてくれるかどうか、疑問は残るわけで、この危惧は現大統領のバイデン氏に限らず、アメリカ第一主義だったトランプ氏だろうが、ロン・ヤスと中曽根総理と呼び合ったレーガン大統領だったとしても変わりはないだろうな。自国自国民を守るのが政治家の第一義だから、同盟国を守るために自国民の血を流すことを了承するとは思えないぜ。日本は思いやりという名前で巨額予算を在日アメリカ軍に注ぎ込む一方、在日アメリカ軍の凶悪犯罪を見逃さざるを得ない立場で、この日本をアメリカは見捨てるだろうと判断せざるを得ないよね。だからこそ、敗戦後にアメリカに押し付けられた憲法を改正改悪して、核武装すべきというのが高市早苗の意見なんだろうし、賛成意見も多いみたい。試験だけど、そんなにアメリカだけに頼っていて良いものかと感じるし、世界の多くの国と全方位外交を行い、セーフティネットはなるべく多く作っておく必要もあるのではないかと思うよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。